伊豆箱根鉄道線系電車。伊豆箱根鉄道線系電車。伊豆箱根鉄道線系電車は、伊豆箱根鉄道が1963年、昭和38年から2005年、平成17年にかけて保有していた電車。スンズ線で使用されていた。実車オリジナルの車両と、親会社である、西武鉄道からの譲り受け車が存在した。 高度経済成長期になると通勤客や観光客が急増し、従来の17メートル級の車体の国連や、親会社の西武鉄道からの譲渡車を置き換えて、ラッシュ対応の改善と観光客への乗客サービス向上を図るべく、伊豆箱根鉄道、異化動車初の自社オリジナル車として登場した。同車としては、初の20メートル級の両べき扉と軽量車体構造、そして、 電磁直通ブレーキや制御方法の MM ユニット化、補助電源の交流等の近代化したものを採用した車両でもある。1963年、昭和38年から1971年、昭和46年までに3両編成4本が製造された。外観と内装、主要装備品等において編成ごとに違いが多いため、大まかに 各項目を説明した後、詳しくは編成ごとに説明する。ちなみに当時、同社では、電動車と付随車の区別をわかるように、電動車は線形、付随車は2000型という形での故障となっている。車体は、かつての西部の標準塗色に似た赤とベージュのツートンカラーで塗装されており、その塗装から赤電と呼ばれ、親しまれていた。登場時は、 全編成が釣りがかり駆動だったが、1989年、平成元年2005回、1007回が、台車、手電動機を交換のウェカルダン駆動方式に改造された。冷房に対応していなかったために1991年、平成3年から順次廃車され、3011回の登場により保留車として残った1005回は、ブライダルトレイン等を貸し切り列車に使用され、 2005年に廃車された。現存する線形は、大場工場内で倉庫となっている、もは線8の目となっている。製造は、同社と同じ西部系列である西部、所沢車両工場が担当した。なお、第四編成の落成から約8年間、同社は申請者を導入せず、西部等からの譲渡車で車両の入れ替えを行った。また、 1979年に申請した3000系及びそれ以降の自社発注車は全て西武所沢車両工場ではなく東急系列であった東急車両製造が製造を担当、落成している。外観は当時西武では標準系である西武551系、西武601系と同じ正面は細いピラーを中央に通した。 湘南型2枚窓の側面扉が3箇所の全長20メートル級の全金属製車体であるが、前面部において、全小灯の配置が当時製造を開始したばかりの西部701系と同じ倉庫に下ろして、左右腰部に振り分けて2等装備とするデザインとなっているが、同時に西部601系とほぼ同じ位置に微灯を配置しているのが特徴である。内装は基本的に、 内装構造においては、西部601系と同じ蛍光灯照明に、アルミデコライタ内装であるが、座席配置においては、基本的に通勤、通学と観光主体の兼用路線であることから、セミクロスウートが採用されている。駆動方法はこれまで導入した車両と同じく、釣りがかり駆動であるが、自社の看板車両ということもあり、同社は制御装置や、 製造装置等新品のものを積極的に採用した。これは観光客及び通勤輸送の増大に伴い、それまでの小型でロングシート車中心では対応が難しくなってきたのと同社の予算の関係もあった。そのため、親会社の西部の車両と同様コストダウンを重視しながらも後の高性能化改造を含めたことを考慮したものとなっている。主電動機においては、 国鉄払い下げの MT-30.40 といった高出力のものが搭載された。この主電動機を使用したのは同時期に計画されていた車内線急行への対応のためである。後に1968年から1974年の間運転された。ただし、第二編成である線三3回においては他の編成とは違い。 これまでの車両と同じの MT15 が搭載されている。主制御機においては、第一編成である1001回はそれまでの車両に搭載されていた、旧鉄道省、後の国鉄正式の電空化無軸式制御機、CS5 と、堺自接触機 CS9 の組み合わせから脱却し、三菱電気製自家並列抵抗電動化無軸式、制御装置 BF-173 から15、 M 型を採用し、各 MC 車に搭載したが、翌年増備された1003回より同じ三菱、電気製の 1C8M2 両分8個の主電動機の制御をする方式の、直並み抵抗電動カム軸式多段制御機 b F-168 から 15M 型を採用しも破線系奇数車 MC 車に搭載した。これにより、それまでの MCTMC MC の編成方式から、 m、MM、m ユニット方式による mcmtc の編成方式に付加され、現在における同社の編成方法の講師となった。制動装置はこれまでの AMA、ATA 自動空気制動から、日本エアーブレーキ、現、ナブテスコ製の電磁直通空気制動、HSC を採用した。なお、発電ブレーキは、駆動方法が釣りがかり駆動ということもあり、装備されなかった。 補助電源装置は当時それまでの直流から、主制御器の近代化や、客室内照明の蛍光灯化に伴い交流化され、モハ線系偶数車、M 車に、出力 12kW、94VA60Hz の、三菱電機製 MG-132S が、搭載され、空気圧縮機も、同様に制動装置の電磁直通化に伴い、モハ線系偶数車に、 三菱電気製 A-323R 型を搭載した。終電装置は1 0 0 1回は、各 MC 社のつまめんよりに、更新成功書制 KP62K パンダグラフを搭載したが、1003回より機器の MM ユニット化に伴い、MCM 社の主繕地側つまめんよりに変更され、搭載した。台車においては、電動車においては10001回は、 DT17 型、1003回は d t 1 0千1005回以降は TR25A、もしくは DT12 をそれぞれ装備する。1001回の左派と1003回以降の空派は全車 TR11 系台車を装備した。これは、戦術の通り、コスト面を考慮して釣りがかり駆動となったためである。ただ、ブレーキ方式が、それまでの自動空気ブレーキではなく、 電磁直通ブレーキにしたことにより、それまでの車体操下のブレーキシリンダーではなく、台車にブレーキシリンダーを設置し、車軸の軸受けもコロ軸受けでの装備となっている。同形式が4編成で揃った後、造尾は後述する西部501系の上都グループの造尾や後継者になる3000系の造尾で1982年、昭和57年までに、 スンズ線所属車両は20メートルに統一されたが、車両運行速度の向上と高性能化における保守軽減のため、車両のそれまでの旧西部501系である1009回以降の上渡車グループと、自社オリジナルである1001回1003回は西部からの新性能車の上渡と300系二次車と、新形式である7000系への入れ替え、廃車を行って、車両の刷新を図ることとなった。 一方、残る1005回1007回については、導入年数が浅かったために、この時導入予定であった701系の台車、主電動機を譲り受けて、高性能化改造を行った。1005回は1989年9月に、1007回は、同年4月に、主電動機を、出力1 2 0ット、電圧 375V の日立製作所製の、 HS-836 回 RB 型に台車は住友金属製ウィングバネ式コイルバネ台車の FS342 に M 車に搭載されていた空気圧縮機を A-323R 型から HB2000 型に変更された。また、1990年には制御車の台車が TR11 から FS342T に交換されている。 本校では一時車、二次車までを、一時まだ、三次車、四次車を、二次まだ、とする。1 9回線12回線13回の産両編成3本で、元501系。1975年、昭和50年から1979年、昭和54年にかけて雲波501系6両差、左派1501系4両の、系10両を譲り受けした。 西部時代と同じ図書区で使用され、4両編成だった、ものが3両編成とされた点以外の変化はなかった。旧西部501系の編成は、入線時に全消灯のシールドビームか、電動台車の交換、TR25 系 DT10 系、DT17 型、DT20 系が行われ、室内は、運転台直後に、ATS 機器箱設置のため、その部分の座席及び、 二棚を撤去している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。